展覧会の見どころは、これ最近こういう絵を描き始めましたが、すごい難しいです。楽しかったところは、これですね。このよく物を見ること、手本にするものをよく見ることです。難しかったところは、みんなが心を引くようなその絵を作ることです。これからどうしていきたいかというと、もっと上手になって、みんなが喜ぶような絵を描きたいです。このラッキーくじの仕組みを説明します。この重さで、てっぺんの重さで、てっぺんの重さでの方が大きいので、こう来て、これが落ちて、それでまたこう、ここにも重心があるので、こうやって戻ってきます。この材料はペットボトル2個と塗り消しとカップとコインです。エコキャップですが、遊ぶためにも使っても良いです。みんなも作ってみましょう。